NH フライトチョイス DJI マビックミニの社外品の急速充電器ポータブル電源パワーアクで充電できるか検証してみた。はい、こちらがねポータブル電源パワーアクです。もう1年半前ぐらいに買っておりますけども、アウトドアねラジコンでも使っております。野外ではね本当にね重宝しております。はい、今回ね購入したこのマビックミニのですね急速充電器ね使えるかどうか検証してみます。はい、こちらです。社外品のね急速充電器です。詳細はね説明欄を見てください。はい、早速ですね 100V に接続します。はい、パークの電源スイッチをオンです。急速充電器のねグリーンランプが全部点灯しました。はい、これは使えますね。これね待機がね 4W ってなってたんですが、これねどんどんとね 0% に1回下がりましたね。パワーアクのね残は 100% です。はい、これマビックのねバッテリーなんですが、3本約ね残が半分ぐらいですね。はい、1本目赤で充電完了です。はい、2本目もカチッとはめて赤いこれランプが点灯したので充電。はい、3本目ですね。私ねバッテリー3本しかないんですけど、この充電器は4本同時にできます。すべてね充電中になりました。はい、それでですね約ね 67W で充電中ですね。3本ね、コントローラーとかねスマホも全部やりたかったんですが、ちょっとね全部ね満タンだったんで今回は勘弁してください。はい、ここからねタイムラプスです。4本同時に充電便利ですね、本当ね。はい、2本ね約25分ぐらいで充電完了です。DJI のね充電ハブはね1本ずつのね充電なのでね時間がかかって不便です。あとね値段も高いですね。はい、ラストのねバッテリー50分ぐらいで充電完了しました。パワーアクのね残は約 97% ですね。これはもう野外で思いっきり使えます。で今回もね良いチョイスしましたね。このねポータル電源パワーアクでもね充電ができることが確認できました。それではね、またチョイスしましたらお会いしましょう。さようなら。